ラングニックはどんな監督ですか？監督っていうよりスポーツディレクター職が強い人ですよね。コンセプトを決めて、それに合ったチーム作りをして、現場でもそれに合った戦術とか、だから若い選手たちで走れるから、それでね、縦に早くカオスな状況を作って、あえて球際を作り出して、その球際を奪ったところからのショートカウンターとか。だからもう相手に同サイド圧縮、相手にもうサイドチェンジはもうされないぐらい激しくプレスかければいいみたいな。それをね、打ち破ったのがホーケンハイムで、ホーケンハイムはサイドチェンジしまくって、その、あれはもうハーゼンヒットルになってたか、監督。まあ、ラングニックがコンセプト作って、ハーゼンヒットルに託したチームを粉砕して、その後、ナーゲルスマンがライプツィの監督になって、ポゼッションとその速攻両方をね、やるサッカーにしたんですよね。その辺なんか面白いですよね、ストーリーがあって。